やっぱり血が出ると攻撃している感が出て気持ちいいですね。ということで負けぶれからこちらを購入しました。リアルスティックブラッド VFX。セールの時だったので3086円でした。前回スピアトレースを使って剣の攻撃判定を作りました。今回は攻撃がヒットしたところに 血のエフェクトが発生すするようにします、まあ、こちらはメインではないのですがそれは後ででは途中となっていた県の BT から始めます県のブループリントスフィアトレースの関数の後に新たにインターフェースメッセージを作成追加しましたターゲットにはスフィアトレースのアウトヒットヒットアクターをボーンネームには アウトヒットヒットボーンネームをつなぎ次に処理するのはライオンとミノさんのブループリント先ほどのインターフェースメッセージに対応するイベントです処理の内容は血のエフェクトを発生させ音を鳴らすだけ血のエフェクトを発生させる場所として送られてきたボーンネームをゲットソケットトランスフォームのインソケットネームにつなぎソケットの位置等を スポーンシステムアットロケーションの一等につなげます。これで剣がライオンとミノさんのスケルタルメッシュにヒットした場所から血が出ます。とりあえずゲーム内で確認します。ヒットした位置に血を出すことはできましたが、血のエフェクトとヒット音がちょっとやばいことになってますね。これは 攻撃中複数回スピアトレースが発生しているためトレースが1体に複数回ヒットしているのが原因です参考にちゃんとしたゲームを見てみましょうまずはエルデンディングから1振り1ヒットですねでクラウドも1振り1ヒットダンテも1振り1ヒットバージルも1振り 1> 1ヒット基本的にどのゲームも一振り1ヒットでしたねではどうすればということで手順をまとめました当たり前ですが一度ヒットした相手に2度当たらないようにする必要がありますそのために配列を使い初めてヒットした相手をその配列に追加続くスピアトレースがヒットした時には配列内を参照しすでにその相手が 配列に含まれていたら配列に追加せずインターフェースメッセージを送らないようにします。最後に攻撃を終えたら配列をクリア、まあ、つまり空にして次の攻撃に備えます。手順を説明したところで剣の BP の作業へ移ります。ということでヒットした相手の情報を格納するためにアクター型の配列アウトヒッツを作成しました。 これを攻撃判定の処理に追加していきます追加しました見やすくするために拡大コンテインズを使って配列内にスフィアトレースがヒットしたアクターが含まれているかどうかで分岐させますフォルスつまり含まれていない場合はアドを使ってスフィアトレースがヒットしたアクターを配列に追加してそのアクターにインターフェイスメッセージを送ります これで一度ヒットした相手に二度ヒットしなくなります。攻撃を終えたら配列をクリアにする処理がまだ残ってますね。モンタージュ・ノーティファイウィンドウのエンドのタイミングで実行されるインターフェースイベントの最後に追加しました。クリアを使って配列を空にします。これがないと次に攻撃するときに前の攻撃がヒットした相手に当たらなくなってしまいます。これでようやく完成しました。 では、ゲーム内で確認します。血のエフェクトとヒット音がまともになりましたね。先ほどの大量出血も悪くないっちゃ悪くないですが、まあちゃんと一振り一ヒットにもなってます。 私が以前作成した勝手にベルセルクではボックスコリジョンを剣の攻撃判定に使っていたのですがなんでボックスコリジョンを使ってたのかというと検索して出てくる情報がそれだったからなんですねまあ確かにボックスコリジョン等の方が初心者にも分かりやすいということもあると思いますちょっと古いエピックの公式放送もそれで紹介してましたのでトレースを使った方法は初心者には少々複雑ですが トレース自体非常に便利なものなので、使い方を習得するという意味においてもいいのではないかと思います。そしてやはり情報はアップデートすべき。情報アップデートのために、ぜひこの動画の高評価と、えついでにチャンネル登録の方もお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。